第3回初心者優遇麻雀メンタンピン泣きディアンハン縛り編。はいはい、というわけで前回まさかの勝ちましたね。なんなら完封したんで、メンタンピンと泣きを禁止した状態で、で、そうですね、勝ってしまったんで、ね、勝ってしまったのでもうさらに縛り、はい、というわけでディアンハン縛り、はい、というわけで、まあ確定でディアンハンないと上がれないと、うん、上がれません。あ、まあ確定、そうですね、まあツモとかは OK だけど、だからツモのみで逃げるとかはもう無理なくなったというわけで、はい、で泣くことももちろんできないので、うん、これトイトイが実質もう数万個なんですよ。だからトイトイもできない、実質できない。だからこれとかも薬杯2つ、あ、まあまあ1個アンプにすればいいけど、薬杯のみもダメになったのか。そう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 、だからローンもできない。てかローンめちゃめちゃ減ると思うこれで。うん、だからもう本当もうバカみたいに気狂ったように本一にするから。これどうするんですかね。ああ、うん、でも感知層をもう残す意味がないみたいな。まあギリギリ一通は生きてますね。そうだね、一通とチートイは生きてますね。うん、本一とかチートイ、チートイは遠いかさすがに、まあ、イーペーコーのみやら薬杯のみが、うんうん、積もっちゃえばね、が積もの積もりになったと。そう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 、積も戦になったんですね。お、パーソーが重なったけど、どうすんすかね。ハクチュン切る、ハクチュン切るともう初重ねるの条件みたいな、うん、お、スーピンから、スーピン、なんだろう、カンウーピン、どうすんだろうな。うん、まあ多分あれだね、ハクチュンを切りたくなかったんだね、あの重ねないと厳しいから、よりはもうスーピン切っちゃおうみたいな。選手側はね相当のんびり打ってるから、やんめんできたけど、あ、うん、あ、もうこれはだから初ハクチュンの2枚重ねてなんとか役作りに行こうみたいな、パーソーを落としてく感じで、そう、パーソーを落としてもいいって思ってるんじゃないかな、まあ、それか初重ねてツモ戦にするかっすね。そう、ただチュンが2枚枯れましたね。で6球総振り点なんでチーソー切って、ウーソー切りのリーチ、さあリーチ張りました。これは、まあ、X 選手はもういい班からありなんで、ね、あ、そう、もう何でもできるからね。泣くのも OK、リーチするのも OK、 でチームの現物ウーソー切りリーチか、いやーどうだろう、ハク出ましたね、スーピン、でもこれある選手何もできるくらいですか。そうですね、初アンコになったらギリギリ積もりいける、うん、そう、しかもそれでもツモ条件だからね、うん、ロンできないっていう。あ、一応イーシャンテン、いやもうこれペイ行きたくなるけど、あー、初から降りた。でもこれだから仮に完成した時にタンヤオがあったらダメなんですよ、もちろんピンフも。そうですね、もうなんでこれ無理じゃないですか、無理、あ、イーピンで一応数ピンパースを重ねたらいいんだけど、ただそうすると役が1個しかないから無理。つまりは無理。ああ、一通がつくけどピンフがついちゃうから無理。何しても無理。あ、つもった。次さ、つも。ん？フリテンじゃないか。あ、三蔵三蔵。あ、三蔵、あ、うん、ドラ？リーピンつもドラ1。あ、三蔵か。裏？裏？おっと。リーピンつもドラ4。裏裏裏裏裏裏重。おっと厳しい。だいぶやばいですね。ハネマン親かぶり。いやでも前回もこの X 選手先行して結局まくったんで、はい、これはまだ分かんないですよさすがに。うん、さあ手牌は結構掃除によってる、もうこれもう染めた方が良さそうですね、うん、だね、パーピンスーピンこれ行くべきでしょ、ドラもいいですね、嘘で、そうそうそう、嘘でドラ絡むし、自牌1枚ずつ持ってるけどこれオール厄牌じゃない、トンプ、そうだね、オール厄牌だからどこ重なっても厄牌になってくれる。あー、ウーピンいるかこれ、うーん、いやー結局ね上がるために2役いるってなると、あー、これ J 選手も総勤めやってませんかこれ、うん、色かぶっちゃったかも、あ、でもカンロッソ入ったのでかい、さあこのお互いね総勤やってる状況で X 選手がどう動くのか、うーん、いやこれローピンはもう切るとして、
どうだろうな、めっちゃ迷ってるじゃん、XP。 めちゃくちゃ迷ってんじゃん。パーピン、パーピン一応切りましたね。チュンギリ、あ、チュンギリが出てきた。で、あー、まあチュン引いたけど、枚数的にはトンチュンがもう1枚ずつ出てる感じだね。さて、あ、初かとなった。これはでかい。これ一気に進んだんじゃないかな。トンテイ吐く。親からダブドン出てるしね。どうかな。イソ出てきたよ。どうなってるんでしょうかね、ジェイ選手は。シフチェンしたんかな、もしかして。早すぎるよね、だってソーズデレにしては。あ、スーソーでリーチ。あー、リーチ来ました。イーマンギリ。いやー、厳しい。トーンからかな、一応現物だからね。3ピンいっちゃおうか迷ってる。あー、いった、あー、いったこれもうありえないからな、普通だったら。だからもう多分トーン重なる可能性すらも失いたくなかったんだね。さあ、まあトーンかペー、何もいった。なるほどね、もう薬杯になるものを残してるのかな、おそらく。安全度どうこうより。そして裏めりましたね。何裏めってるけど、まあ仕方ないか。何重ねてもう薬がな。まあ一応イソ入りましたけど、ちょっと遅いか。これ間に合わんか。シャーと吐く。シャー吐くが重なったらいいシャンテンか。そうですね。スーソーとか入ってくれるといいけどね。さあ結局ペイも何もといつ落とし。さあスーソー若干押しました。ジェイ選手チーピンに。そうですね、チーピンが出てない。おっと、これで、あ、いいシャンテンに。あ、そうですね、カンリアンゾロロッキュソー。ロッキュソー、あれ、リャンゾーも出てない。いやだ、だもうこれは J 選手が持ってるかな、さすがに。いくらなんでもね。ハク、あ、あ、ハクで当たりました。行きましたね、さすがに。ハクテンパってたら行ってましたね、R 選手。さあ、白髪待ち、リーチ薬杯ドライチですね。はい、パッシンチェン。さあ厳しい、これは一方的な展開。結構やばいっすね。そう、前回と違うのは、前回 R 選手だけへこんでたんですけど、今回両方ともへこんじゃってるから、うん、逆転が難しいんじゃないかな、さすがに。そっか、リャンハン縛りだけだったらまだなんとかなるかなと思ったけど、意外とこういう展開になるんですね。そうですね、もうさすがに勝てんか、経験者でも。さあ、チーソー赤ウソ切り、これもローピンクしかないもんね。これはだからチートイっていうことかな、それこそ。もう皮が異様な。そう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 、でもこれお互い真面目に言ってますからね。あくまでもう面単品禁止だとね、こうなっちゃいますよね、うん、そう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 、面単品禁止、泣き禁止、ヤンシー、まあ、チート一応ね、ヤンシャンテンではあるけど、うわー、痛い。このリャンゾーミスは痛いぞ。ただ上がってもチートイのみなんですけど。そうなんですよね、打点が乗らないと結構きついっすよね。結局チートイって、そうだね、作ってもダメなんだ多分、打点的に。本一チートイぐらいにはしないと。サンゾリーチ、さあリーチ容赦なくリーチが来ました。これ安牌ないぞ多分。そしてパーピン恨める。さてさて、からどうすんだろう、チートイ無理。なんか一応チパキのメンツできてますけど。パーピン通ったよ。3ピン落としていけばちゃんとが。多分まあさすがにチートイかな、これは。いくらなんでも、まあ、スーソー現物だしねえ。いやでも切る範囲がやばすぎるな。パーソー9ソー E ピン9ピン9万ぐらいじゃない、 CTA なら安全そうに見えるの。お、嘘、行きました。あエーロン入りました。え、リーチ、リーチ、リーチ、終わりました。裏もなし。はい、リーのみですね。リーのみの、まあ一本間付きだね。で、親だから3000点。はい、はい、まあまあまあ安めかな、これはさすがに。日本馬ずるいですね、リーチのみで。リーチのみ。僕ら二重で引っかかりますからね。リーチもダメだし、リャンハン縛りもダメだし。
ドラガシャーですね。これなどうなります？だってもうこの時点でも R 選手これも上がれそうじゃなくないですか、これ。いつ？ここから一通あるかな。あー一通がギリギリ。リアンゾーさんそっちさ。そんな都合よく引けますこれ。ただ一通つく。一通のみ。そう。結局打点だよね。だからここでさ、仮にそんな3000点の日本馬で5000点上がってもさ、まだ負けてるからね。これ。やっぱチーズ作りに行くのがいいかもしれない、ね。そうだね。いや、マジでそれが攻略法かもしれん、このゲームの。ただ、ダブトンポーンされました。チーズなら、は羽直とかも狙えるんで。うん。そうだね、うまくいけば倍もあるし。あ、そっか。チーズゲーにした方が良かったんかな、もしかしたら。こんな中途半端にいろいろ狙うより。運がいい時に勝てるみたいな。うん、さあ、これ、イーソーキって。うん。一通嫌って、なんだろう、イーペイコーか、リャンペイコーか。あー、うん、これどっちもなんか、ただこれリャンペイコーって単位をつけません？あ、リャンペイコーつけたらもう終わりだね。そうだね、確かに。で、あと一応チートイもあるからギリ。あー、なるほど、うん、これ急走を頭とかにしないと、うんうんうん、リャンペイコーは、うんうん、あ、ハクか。これで、で、どうするんだ。お、お、ハク重なるの待つしかないんじゃない。うん、あ、こうかな、多分そう思う。チーソーを引いて、ハク後付けのツモ。ツモ、ハク。ローンはできないですからね。あ、これでパーソン急走を嫌ってもいいか。そうだね。これでサブロッピン、パーピン、ハク。でも、パーピンは実質ないようなもんだから。ハク、ハクサブロッピンのいいシャンテン、これ。パーピン重なっても役なしのテンパイだからね。意味ない。エク選手もやってますね。エク選手はトーンを鳴いてますか。うん、ダブトーンポーンしてるから結構強いんだよね。普通にもうこの時点で親だからね。しかもシェーン選手、あ、あ、テンパイハクで積もれば上がれる。積もハクドライチ、そうか。まあスチーピン引いてイペイコー完成させるかかな。それぐらいしないと無理です。あ、お、あ、チートだ。あ、チートイドラドラ、あ、すげえ、あ、でかい。素晴らしい。これはこれはいい上がりですね、さすがに。いや、これは素晴らしい。おっと、まさか。え、いやいや、ないないない。それはね、まさか、さすがにないですよ、だって。直撃取りましたよ。まだ1万8000点差ありますからね。さすがにね。さすがに無理でしょ。パッパイ、ちゃんと。イーペイコー、なんか結構いけそうな感じですね。ジャンペイコー、ジャンペイコーいけるんじゃないですか。ジャンペイコー、ジュンちゃん、ジュンちゃん、まあ、ちゃんとジャンペイコーとか。いや、あるね。いや、イーペイコーはこれもう完成させなきゃ勝てないんじゃないかな、この手だったら。で、あとこの感知層に今生きられましたよ。そうですね、結構きつめ、すでに。え、あ、あ、イーペイコーのイーシャンテン、イーシャンテンだってなったらツモイーペイでいいんか。でもピンフはついちゃダメだから短期待ちかカンチャン待ちかな。これ、これ急走引いたら結構熱くないですか。熱い熱い、マジで。純ちゃんでも絶対上がれるから。ピンフはついちゃダメだけどね。不発はもう、うん、行くべきでしょう。まあ完了像入ってくれるのがとりあえず安心かな。で、急走入ったらもっとみたいな。9万ドラなんですね。そうだね、できるだけ引っ張りますよね。ああ、これは9万さすがに切るしかないか。めちゃくちゃ広いっすよね。しかもほら、どっちで伸びて張ってもイーペイコーのカンチャン待ちにできるから。え？6層切ってリャンペイコーにしようとしてますね、これ。いや、9番じゃないか、これは。打点、あーあ、三蔵からいった。三蔵、え、三蔵から、え、なんでだろう。四蔵まだありそうなのに、なんでしょうね。なんか、いや、まああれか、シンプルに9番をもう見てんだ。そうで、あとはまあそうだね。あ、これでイーソー切ってイーペイコードラドラツモツモで上がれる。ドラド
ドラで、これ急走引いたら激アツ。そう、でもここまで持ってったんなら正解な感じはありますね、さすがに。急走だったら純ちゃんイーペイドラドラだからすげえ綺麗な花。まあリーチ入りますか。ドン切って、さあ6走、これはもう行くしかない。ああまあこれは行きますね、さすがに。ここ行かないともう勝てないから。ああ、ドラがあります。あれ、リーチ一発チートイン、ドラドラ、ローソー待ち。なんか前も見ましたねこれ。あ、ローソーの短期チートイで6層待ちでリーチするっていうのは、まあ、まあ6層短期好きなんじゃないですか。あと多分どうせ僕らから出てくるから。さあ1万2000の上がりとなり6万点持ち。もうこれはもう、あの R 選手 J 選手はもう親番で暴走するしか勝ち目ないみたいな。うーん、 J 選手の方は3万点差だからまだ何かあればいけるかもしれん。あ、めちゃめちゃドンってやってましたね。めちゃめちゃ勝ち切れてますね。あんな行くやろっていう6走でしたからね今のは。もう、いやー、まあ R 選手はもうここで上がらなもう終わりですね。うん、結局このルールだとリーチもできないし打点が作りづらいんですよね基本的に。そうですね、だからもう、そう、この状態でもう親番流れをもんならもう終わりです本当に。もう北進走とかやりすぎないですね。そうですね、でしかもローピン切り、これはもう本一にいってんのかな。中途半端に打点作ってる暇がないと。まあチートイか、本一プリアナハン作らなきゃいけないからね。ピンズ全部来てっけなんかな、もしかして。おっと、まあここまではね、ここまではまだそんなに。そうだね、あれピンズ右に持ってきましたけど。まあ行くか、でもこれ行かなあかんのか。ピンズハクも重なってほしいですもんねこれ、役ないから。おっ、関節層入った、リアムパーソーの、あれこれはもうすでに結構良くないこれ。これはいいですね。ね、これだってハツ重なってもリアンピン切りたくなっちゃうよねここまで。いや、ここまで来たら行った方が、ね、行くしかないよね。本一のイーペイコーもしくは薬杯みたいなさ。あ、チュンポンされました。いや、羨ましいですねこれは。初出たら絶対ポンしたくなる場面だもんな。さあ、X 選手どうしますかこれ。チュンポンして、ここも R 選手のお野菜ければとりあえず一人潰せますからね。え、あれめちゃめちゃミスってるな。なんで悩んでたんだ。あ、積もった、積もった、すごい、ドラドラ、素晴らしい。めちゃめちゃ素晴らしいやんこれ。だってこれは J 選手ありますよ。だってありますね、もう言うて1万9000差、うん、もうあるある、全然ある。だって、まあ、簡単に言っちゃえば連続漫画上がりで勝ちだから。そうですね、すごい。いや、今の状況で1通は素晴らしい。今めちゃくちゃ早かったですよね、うん、これなんか R 選手手が2つに分かれてますね。これ、これ入れ物いらないもので負けてますねこれ。うん、多分想像に行くのかな。うん、すごい分かりやすくこれ麻雀打ってますねこれ。これもなんか初心者みたいじゃないですかこれ、逆に。あ、リュウイソリュウイソ、嘘を切ればリュウイソのローシャンテン。いや、ただポンできないですからね。面前リュウイソはあるんじゃないですかこれ。面前リュウイソ行ったらすごいっすわさすがに。いや、どうだろうなこれ、イーピン重ねてスーダンコーとか目指しても良さそうだけど、まあ行くかさすがに。待ってね、もうこれ鎮逸2回上がるくらいしかないですよこれ、逆転する方法。まあ一人退場ということで。いや、ゼイ選手の動きめっちゃ気になるんですよねこれマジで。ああ、ありますからね全然。国士全然あるからな。いや、どうだろう。いや、国士はちょっともったいなくないですか。だって R 選手も上がれなくて自分も上がらなくなったらこの X 選手の独壇場になっちゃうんで、これは多分国士ではない。おそらくチート以下ちゃんた系に寄ってるのか。さあ R 選手は一応鎮逸寄ってますけど、まあ、上がったとてなんですけどねこれ。大車輪じゃない？あれ？これ大車輪のシャンシャン店？ああ、そうです。ただ単ヤオ禁止。ああ、そうでした。単ヤオ禁止ですけど。いや、でも大車輪は単ヤオじゃないんで。一応ローカル役マンですけど。そっか、単ヤオ禁止か。
大車輪もう無理じゃん。ありなんですかね。無理やんもう。これどうかな。ここ地に繋がっても厳しくない？倍満でしょ。だって3倍満なんて絶対作れんからね、リーチもドラムなしで。まあでも2連続で倍満作れば16,000、16,000、42,000か。はい、あ、そっか、1回でも X 選手に当てれば勝ちの計算か、うん、なるほど。連続積もでもいいんか。あー、なるほどね。いやー、どうすかね。陳逸の三者点ですけど、一応これ J 選手が何やってるかなんだよな、本当に。ただそれだけ今はもう。はい、お、一応最後の地層6層2枚いらリャンゾー、あ、リャンゾー1枚、6層2枚だ。さあ、まあさすがに X 選手からリーチ入りましたね、Kピン切り。さあ、ただこれ R 選手はどうする。スーピン現物9万もハクもどっちも切れそうっちゃ切れそう。そうですね。うん、3層いきました。お、まあまあ筋ぐらいはいくか。さあ現物のハク、一応ローピンを止めてますね、迷惑かけないように。これR選手が振っても J 選手の勝ち見えなくなっちゃうんで。そうですね。まあ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 、ただ張ったら多分行くんでしょうけどね、これ。これシンプルにめちゃめちゃ想像強いですよね、形、うん、6層さえあれば。そうですね。まあ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 、切りますかね。あ、積もった。あー、これは痛い。リーズも約杯ドラ1。うーん、いや、いい手ですね。筋引っ掛け裏ドラはなしか。まあチーピンペンちゃん残り2枚の。まあまあ、でもありましたからね、山に。さあ、というわけで、さらに絶妙な状況の中、3万2000対6万9000対4000。何したこれ。1、2、3、4、10周ですね。え、やばいやばいやばい。え、これ11周イーシャンテン。イーシャンテンですね。いや、ないでしょそんなこと。この状況でまさかそんな。わあ、これ直撃したら直撃で直撃で逆転できません。できます。本番でできません。でも1本まで、1本までちょうど1本まで。そうっすね。さあ、 E1 と E ピンのイーシャンテンです。いや、これは熱い。これはやばいっすね。マジか。 E1 と E ピン、 E1 と E ピン。いや、これはいくね、さすがに。もうペイとチュンか。ペイチュンはもうどっちもいけそうだしね。すごいのが来ましたね。ああ、何はどうするんだこれ。これ何の方向切るんか。何、一番安牌だからペイチュン先切っちゃうか。まあそうっすね。いやー、 E2 枚の E1 が3枚ですよ。全然ありそう。まあ、ただこれ J 選手が E1 と E ピンどんだけ掘ってるかかな。うん、6層スーツ着てるから。うん、1枚ずつ持ってるのは確保した方がいいかもしれないですね、さすがに。どうだろうな。ああ、これはどういう E ピンだろう。これはこれ怖いね。 J 選手に持たれてたら終わり。しかもこれローンしたら飛んじゃうから、 J 選手の方からだったらこれもう上がれないですよ。そうですね、本当にもう積もるか。ハイパイ時点ではかなりいけそうな。やっぱね、国士ってむずいね、なかなか。まあ、X 選手がどんなもんかだね。E1 と E ピン、 E ピン残り1枚。 E1 は残り3枚なんですけどね。いや、これ意地でも E ピンの方を引いて張りたいっすね。残り3枚の今はもう勝ちですからね、さすがに。まあ、ここまで来ちゃうとちょっと苦しいか。 X 選手赤ウーピン来てるからね、もう E シャンテンでも全然おかしくない。なかなか引けない。しかもこれ X 選手積もったら R 選手ほぼほぼ飛びなんですよね。
そうですね、うん、苦しいっすよ。ここの国士は意地でも決めたいところ。いやなんか最悪ね、イーマンツモの EP 待ちでも一応夢あるんですけどね。でもツモだと厳しいか。21,000、42,000、49,000、いやそんなことないか、ツモでも全然チャンスあるな。いやー春ない、春ないね、春ないな。4巡目からん、どっからだ、2、3巡目からだっけ、イーシャンテン。そうだな、3巡目くらいか確か。イーシャンテンまでめちゃくちゃ早かったんですけど、ね、めちゃめちゃ早かった本当に。てかもうハイパレゼン10種だったから、リアンシャンテンスだと。そうだね、いやーなかなか貼れないっすね。イーマン、ほらあーイーマン出てきた。ここでイーマン出るってことはもう1枚持ってる可能性あるな。全然ここまで引っ張ってるからね。まあお、えああ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 あだってプチュンめちゃめちゃおもろいやけどマジか。いや本命ジェーン選手でした。 R の方じゃないのすごいな。あーそうなったか。いやこれ小数詞見えるけど面前じゃないとダメですからね。そうポンできないこと考えると国士とはちょっとわけ違いますからねこれ。いやてかマジか、二人国士あって片方イーシャンテンの片方テンパイなんてあるすげえなーこれ。 X 選手のあの入ってもうたもう面単品めちゃくちゃできてるんじゃないですか、そう考えると確かに相当寄ってたはずだけどね、タイヤマーに上がれませんでしたか、うん、まあ、どころか振っちゃったからねめっちゃおもろかったそっちなんうわこれもう無理だと分かりつつ小数詞いくしかないっすね。そうだね、 R 選手はでも小数詞これローンすればきれいに逆転して3万6000で順番で勝てるんですよ。うん、だからもうそうだね、小数詞狙いしかないめちゃめちゃきれいな面本できそうだけど、さすがにね。でも X 選手の方が厳しいんじゃないこれ。 X 選手国士やってませんよね。国士だと思う、だって点数的にこれはもうだって1万2000直でもダメ1万6000直でギリだね、まあ、ただこれ J 選手はこれも多分打つ必要ないから強いの。あ、え？本一に行った。本一でも本一じゃ絶対足りないけどね。なんかえラス回避しようとしますこれラス回避も難しいですよね。うん、 X 選手から何直すればいいですかこれ。鎮逸に行くんだ。あ、なるほど。あ、どうせそれはコンシャーがあれだから、うんうん、鎮逸行っちゃおうみたいなことかな、ちょっとわかんないですけど、中連暴動かもしれんしお、あれ、まあまあまあ、まあでもねこれね正直泣きなしで3枚重ねるっていうのはねもう現実的じゃなさそうですよね、うん、いやだから多分全然これはこれでありだと思う。多分鎮逸、うん、まあ無理でしょうピンフとタンヤをつけれない鎮逸で何ですか3倍満直とかない。倍直ダメですよね。倍直、倍直、ね、X 選手は J 選手の倍直で OK、 R 選手は R 選手はもラス回避、いや倍直でもダメ。倍直ダメですか。あ違うわ、ちょうど並んで、ちょうど並んで一応順位差で あれだわ、こっちの方が上になる。さあテンポ入りました。あ、いやまあスーアンコー、サーアンコー系かな。あ、スーアンコーを最初から目指してたんか。あーそうかもしれないですね。だからもう統一残してただけだったんだ。あ、なるほどぶち切れてるぶち切れてるまあ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 、なるほど。あ、うん、スッタンもありますからね。そうだね、多分そっち方面を追ってるんかな。あ、うん、確かにスッタンが一番現実的かもしれない。 それくらいしかなかった、うん、ただトンは2枚出ましたね。この時点でもうトンを切らなきゃいけないのが確定したんで、もう終わりました本当に終わりましたねこれは、さすがに。さああとは X 選手と J 選手の殴り合いではあるんだけど、殴り合いと言えるほどの展開になるのか。わあ、わかりました。ツモ役杯、ツモ役杯っす。強っ最後まで強いやんこの人。これローソーどんな使い、うーん、まあ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 、
はい、というわけで結局優勝は J 選手6万9000点、X 選手3万4000。まあドベは R 選手でしたけど、もう問題はそこじゃないんですよ、はい、なぜ初心者は勝てないのか。まあ、このシリーズいろいろやってきましたけど、はい、まあ、結論つけましょう、はい、初心者は一生勝てん経験者に一生勝てん、ラッキーパンチみたいなのないですか、うん、勝てそうになっても役満出るからはい、というわけで初心者の方はもう麻雀気をつけてくださいお疲れ様でしたありがとうございました